ではフリーノットの説明をいたします。フリーノットはですね、こうルアーの愛とノットの接続部にこうループができるのが特徴になります。この特徴はですね、まあ、例えば、まあ、こういつもスプーンで、まあ寄り戻し、スナップを使っているけれども、まあ、今回ちょっと切らしてしまったという時、その時にこのフリーノットを使うと、まあ、こうルアーの動きを妨げずに、使うことができます。では早速こちらの、結び方に入りたいと思います。はい、ではまず、ラインにこう肩結びでノットを作ります。でそしてルアーの愛を通します。そして先ほど作った輪っかにこう先を入れまして、ここで一旦締めます。まあ、ここ軽めに締めます。その後ここでユニノットを作ります。ユニノットは大体3回が、強度が出るちょうどいいところだと思いますので、3回通します。そしてユニノットを締めてから本線の方を引っ張るとこれが移動してきます。これでフリーノットの完成になります。